カオメ、相変わらず料理は心などと、めめしいことを言おって。レイよ、何か言いたそうだな。いえ、力なき心など無意味だということは私も承知しております。さよう。技術精神力ともに未熟な覇王など我ら味四天王の敵ではありませんね。しかし彼は諦めない。そうだからこそ今のうちに。うん、今あの未熟者にうろちょろされては、我らの計画、あれの復活の水の泡は。よいか、覇王をここに近づけてはならぬ。近づけてはならぬぞ。ダメだ。俺にはこの包丁を振り下ろすことができない。覇王、アジマ王チャウダーとの戦いから1週間、覇王は自分の母を殺した実の父アジマ王に負けたショックから立ち直れず苦しんでいます。覇王頑張って。覇王、なぜだ、なぜこの包丁が振り下ろせないんだ。ボヒヒヒヒヒヒヒ、アジマ王様に負けた後遺症で包丁も満足に振れないようだな。なに、誰だ、どこにいる。どこを見ている。ここだ、お前のすぐ目の前だ。お前は？そうだ、俺様こそは味四天王が一人、八角マーアル様よ。ね、久しぶりだな、ハオ。俺様のことは覚えてるよな。お前のそのブタズラを忘れよったって無理な話だ。相変わらず威勢だけは一人前だな。一つお前に聞きたい、八角よ、お前も同じなのか。え、何のことだ。とぼけるな。お前も親父、いや、八幡王と同じように白い髪の女を殺しているのかと聞いているんだ。もうもう覇王、女の悲鳴はいいぜ。貴様、待って、覇王は今包丁も握れないのよ。あなた、そんな覇王と戦って嬉しいの？ああ、嬉しいね。俺は弱い者いじめが大好きなんだよ。うわっ、ボーヘ。さあ、用意はいいか、覇王。行くぞ、この豚を使って勝負だ。いざ、クッキングバトル。
攻撃開始。ダメだ。頑張って、ハオ。あなたならできるわ。できない。今の俺に料理は作れない。ハオ、お前はそれでも潮流中止か。たった一度の敗北に耐えられぬお前に、この俺様が倒せるものか。なら、お前の負けだ。こねるぞ、伸ばすぞ、力がすべてだ。壮絶爆発大進撃。その勝負、待った。貴様、何者だ。聞かれて名乗るもおこがましい。東に飢えた人あらば行って飯を炊いてやる。西に病人あらば行って貝を作ってやる。南に太った豚あらばこれを丸焼きにし、北に、うるさい。で、貴様は何なんだ。短気なやつも。まあいい。拙者は世界中を股にかけ、美食の道を極めんとする名もなき修羅。あえて名乗れというな。そう、忍者料理人、味影とでも呼んでもらおうか。変よ、ハオ。あの人、変な人だわ。ブヒー、その味影が何の用だ。お湯用だ。なんだこの煙は。どこだ、どこにいる。この男はもらっていくぞ。さらばだ。ハオ、ねえ、ハオ。ここは。よかった、気がついたのね、ハオ。ここは山の裏側よ。この人が私たちを助けてくれたの。弱き者を助けるのは当然のこと。気にすることはない。なんだと。俺が弱いというのか。そうだ、お前は弱い。たった一度の敗北で自信どころか料理人の誇りまで失う精神力の弱さ。そんなことでは安島王どころかさっきのデクノボーにも勝てぬわ。貴様。ふん、そのすぐ熱くなる性格もお前の未熟さの証しよ。はっ。何をする。それを返せ。今のお前に潮流中止の資格なし。ちょうどいい。この裏山にはお前のような軟弱者を鍛え直すのにうってつけの場所がある。
もし拙者に追いつけたら、この紋章はお前に返してやろう。来い！追いついたか。それ！切れた！ハオ！あなた、包丁が使えるように。お前は味魔王の力に怯えるあまり萎縮していたのだ。そんなことでは持っている力の100分の1も発揮できんぞ。あんた無心だ。無心になれ覇王。一意専心、ただ一心に包丁を振るえば勝利はおのずと見えてくる。あんた、まさかそれを俺に教えるために。約束通り、潮流中止の紋章はお前に返そう。無心だ覇王。一意専心、料理に集中。この心決して忘れるなよ。ではさらばだ。また会おう。味影、やつは何のために俺にこんなことを。そうね。でもあの覇王を見る目、優しさと悲しみが入り混じった深い海のような眼差しは。やあ！どうした、クミ。こんなところに隠れていたのか。ハオ！クミ！今度は逃がさねえぞ。いざ尋常に勝負だ。人質を取っておいて尋常に勝負とは、笑わせるぜ。そんなことはどうでもいい。さあ、どうする。やるのか、やらないのか。いいだろう。俺が勝ったらクミンを返してもらうぞ。それと、アジマ王の居場所を教えてもらおうか。ブヒー、生意気な。どうやら、ついさっき俺様に負けたことを忘れたと見えるね。ふっ、男子三日合わざれば勝つのくせよって言葉もあるぜ。大丈夫なの、覇王。まだ1時間しか経ってないわよ。いいだろう。今度もこの豚料理で叩きのめしてやる。無心だ。無心になれ覇王。行くぞ！いざ！クッキングバトル！調理開始！味魔王の怒りに満ちていた俺の力は心なき力。味
味魔王への恐怖で萎縮していた俺の心は力なき心、心なき力は悪、力なき心は無力。怒り、恐怖、憎しみを捨て、無心になった時初めて真偽一体の料理が作れるのだ。我、海岸セリア。料理人心得その三。先進、料理人はただひたすら己が目指す味に集中せよ。なんの超絶万発大進撃。あれ、しまった、片手に人質を持っていてはこの技は使えん。遅くな戦法で墓穴を掘ったようだな、発覚。くそー、これで勝ったと思うなよ、まだまだこれからだ。調理開始。勝者ハオ。心の料理、調理完了。ハオ。クミ。ハオ。私。私。もう大丈夫だ。何も心配することはない。うん。さあ、約束通り、味魔王の居場所を教えてもらおうか。それは…イーサン。八角を倒していい気になっているようだ。どれ、これがお前の作った料理か。おお、これは豚肉の紙包み揚げか。豚肉と香菜を紙で包んで揚げたのだ。ん？包みを開けると同時に、神秘的にして幻想的な香りが鼻孔いっぱいに広がる。この香菜の香りが豚肉の脂っぽさを抑え、旨味を極限まで引き出している。そしてこの豚は、最高級の金華豚だな。ふふふどうりで。なかなかの味と言いたいところだ。
点でなっちゃいないな。こんなものを料理と認めるわけにはいかん。なんだって？昔お前に教えたはずだ。素材を生かせと。お前の料理は死んでいる。素材が泣いているぞ、ハオ。なぜだ？俺の料理のどこが悪いって言うんだ？いずれお前にもわかる。待って、兄さん！兄さんはなぜ、なぜあんな奴と一緒にいるんだ？ハオ、また会おう。兄さん！兄さん！ハオ、あの人は？はあ、アジシ天皇最強の男、レイ・ロンエン。俺の兄だ。ハオ、あなた、お兄さんとも。言うな！あれは兄さんなんかじゃない！俺の兄さんは強くて、優しくて。ハオ、ごめんなさい。いや、何もお前が謝ることはないさ。怒鳴ったりして悪かったな。それにしても、俺を助けてくれたあの男、一体何者なんだ？忍者料理人、アジカゲか。また会うこともあるわよ。そうだな。アジカ、兄さん、そしてアジカゲ。旅はまだまだ長いぞ、クミン。口先だけの愛など、実に、実に滑稽ですね。その村は悪魔に見入られていた。変幻自在の調味料で村人を操る安治四天王ウイキョウ。悪魔の調味料で迫るウイキョウに、クミンは愛の心で対抗します。次回、クッキングファイターハオ第5話。私の思いを受け取って。二人の愛が料理を変える。